ドミートリー・ビクトロビッチ・リバーノフは、ロシアの科学者、物理学者、政治家。1990年、モスクワ鉄工合金大学物理科学部を卒業する。1990年から1992年まで、同大大学院で学び、超伝導体と通常の金属における電子の、相互作用のよる熱の移動に関する論文で、物理学と数学の博士候補の学位を受ける。 1992年から2000年まで大学で研究生活を送り理論物理学部助教授として教弁を取る。2004年ロシア連邦教育科学省科学技術革新局長に就任する。2005年同省時間に任命される。2007年モスクワ鉄鋼金属大学学長に就任。2012年5月21日ドミートリー・メドベージェフ内閣の教育。 科学大臣として入閣する。2012年5月21日から2016年8月19日まで、ドミートリー・メドベージェフ内閣のロシア教育、科学大臣を経て、ウクライナ貿易経済関係大統領特別、代表、教授、物理学及び、数学博士。2016年8月19日、教育、科学省を、オリガ・バシー・リエワと交代し、 ウクライナ貿易経済関係大統領特別代表に任命された。2016年8月26日、ウクライナ経済開発貿易省はリバーの負との接触について一切を否定している。税税ファイ212012652税ファイ2013年10月17日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年5月24日閲覧。 ゼイ、インターファックス通信、2016年8月19日閲覧。ゼイ、ゼイ、ゼイ、モスクワの声、2016年8月20日閲覧。ウクライナと断交せず、イコール高難量用で揺さぶり、プーチン大統領時事通信、2017年1月5日閲覧。ウクライナ、エストレードミニストリーウォンとインターアクトウィズロシアン。 アンボイエクセプトオンリフティングリストリクションズ、ウニアン。ありがとうございます。